日本には数多くの座敷わらしの伝承が存在する。座敷わらしは地域によって幽霊だったり妖怪だったり精霊だったり種類は違えど、あらゆる超常現象的な存在として語り継がれている。座敷わらしが出現する旅館に泊まる。今回は本当に座敷わらしに出会うことができるのか試すため、座敷わらしが出現すると言われている旅館に泊まってみることにした。果たして座敷わらしに出会えるのか、超常現象的な出来事は発生するのか。結論から言えば、いつもとは違う体験をすることになった。その部屋に泊まると出世する。筆者、私が泊まったのは岩手県盛岡市の出世の宿菅原別館。ここは以前から座敷わらしが出ると言われている旅館で、各界の著名人が泊まりに来るほどの宿。それもそのはず、この旅館には出世の間24号室と呼ばれている部屋があり、その部屋に泊まると出世すると言われているのだ。どの部屋でも座敷わらしが出る可能性がある。おかみさんたちの話によると、菅原別館の部屋ならばどの部屋でも座敷わらしが出る可能性があるとのこと。噂によると、出世の間で座敷わらしに会ったという人や、不思議な出来事があったという人が多くいるらしい。座敷わらしが客を気に入れば、客の家に一緒に行ってしまうこともあるとのこと。座敷わらしのエンカウント率が高い部屋。そこで筆者は考えた。出世の間に泊まった客が出世する理由だが、座敷わらしの力によって出世しているのではないだろうか。つまり座敷わらしのエンカウント率、遭遇率が高い部屋だからこそ、出世の部屋と呼ばれるようになったのではないか。現に、出世の間は大人気で、半年先まで予約でいっぱいだという。2013年3月現在、7月まで予約で埋まっているらしい。部屋には無数の人形たち。筆者は、半年前に出世の間を予約。ついに宿泊することができたのだが、実際に部屋に入って驚いた。部屋の壁際に、無数の人形やぬいぐるみ、おもちゃが飾られているのである。座敷わらしは、泊まりに来る客たちと遊びたいらしく、人形やおもちゃが好きらしい。座敷わらしにプレゼント。筆者は、座敷わらしと遊ぶべく、任天堂 3DS とゲームソフトドラゴンクエスト7を持参。しかし、よく考えてみたら、ドラゴンクエスト7は一人用だった。そこで、念のために用意してきたぬいぐるみを座敷わらしにプレゼント。これで、きっと、寝ている時に出てきてくれるかもしれない。座敷わらしの姿は撮影可能か？もしかすると、座敷わらしの姿を撮影できるかもしれない。そう思った筆者は、たくさんの写真、たくさんの動画を撮影しつつ眠りに入った。暗視カメラではないものの、睡眠中も動画を撮影し続けた。真っ暗では何も映らないと考え、常夜灯だけはつけたまま寝た。そして、二つの不思議な現象が発生したのだ。不思議な光が映る。動画の編集段階で気がついたのだが、常夜灯しかつけてないにもかかわらず、人形やぬいぐるみが光っているのが映っていたのだ。もちろん、これが座敷わらしの仕業だとは断言できないし、むしろ疑って考えるべきかもしれない。常夜灯のわずかな光を反射していると考えた方が現実的と言える。しかし、発光体が常夜灯よりも強く輝いていたのは事実である。5年ぶりに金縛りに会う。ありのまま、起こったことを話す。眠りに入ってしばらくすると、急に金縛りに会ったのだ。意識はしっかりとしているのに、身体がガチガチになって動かず、声をろくに出せない状況に陥ったのだ。座敷わらしが出る部屋に泊まった日。学生時代は、頻繁に金縛りに会って、幽霊なのか幻覚なのか夢なのかわからない存在が出現したこともあった。だが、ここ5年くらいは、全く金縛りに会うことはなかった。それが急に、座敷わらしが出る部屋に泊まった日、また、金縛りに会ったのである。金縛りに会った事実。今回は、金縛りだけで幽霊は出なかったし、幻覚もなかったし、
座敷わらしの姿も見えなかった。単に疲れていたから金縛りにあったと考える方が現実的だろう。だが、重ねて言うが、座敷わらしが出ると言われている部屋に泊まったら、数年ぶりに金縛りにあったというのは本当である。ここは、座敷わらしによる現象と思いたい。不思議な光も、金縛りも、どちらも体験したということに関して言えば事実であり、記憶としてしっかり残っている。もちろん、それをオカルト的なことに結びつけるのも強引すぎると思う。ちゃんと科学的に説明がつくにもかかわらず、オカルトと判断されがちな現象と考える方が妥当かもしれない。この記事を読んでいる大半の読者が、気のせいとか、説明がつく現象と考えているのではないだろうか？多分、説明がつく現象だと思う。だが、実際に泊まって体験した筆者としては、ここは座敷わらしによる現象と思いたい。そう思った方が心が躍るし、ロマンがあるじゃないか。それに、自宅に帰ったその日、まさに出世の間に泊まったご利益とも言える出来事が起きたのだ。それは、あえて内緒にしておこう。皆さんも、興味があれば、出世の宿、菅原別館に泊まってみてはいかがだろうか？